石橋丹山は日本のジャーナリスト、政治家、教育者。階級は陸軍将尉。以下はジュニー。君党は君一党。大倉大臣、通商産業大臣、内閣総理大臣、郵政大臣などを歴任した。内閣総理大臣在任期間は65日であり、日本国憲法下では羽田務に次いで2番目に短く。 日本の県政市場でも4番目の短さである。早稲田大学から法学の名誉博士を送られた。戦前は東洋経済新法により一貫して日本の植民地政策を批判して加工貿易率国論を唱え、戦後は日中米ソ平和同盟を主張して政界で活躍した。保守合同後初めて本格的に実施された自民党総裁選挙を制して、 総理総裁となったが、在任2ヶ月弱で発病し、退陣した。退陣後は中華人民共和国との国交正常化に力を尽くした。ジップは、身延山工藤寺第81世保守、杉田日府である。その関係で、立正大学学長に就任した。日蓮宗総領、杉田深州慶と金夫妻の長男、肖像として生まれる。 ジップの深ウケイは、日蓮宗一致派の初代官庁であるニービサツの門下で、現在の東京都港区高輪の小教寺に、所在していた当時東京大教院の助教法を務めていた。母、金は、江戸城内の畳表意識を請け負うほどの大きな畳問屋、石橋東西門の次女である。石橋家は小教寺の有力な段下で、 東京大教院に在学中の不可修系と親しく、していた。ゆえあって丹山は、母方の石橋生を名乗った。丹山は三男三女の六人兄弟のうちの長男で、ある。丹山の兄弟では、不可集計次男の野沢義郎も、丹山と同様に、甲府中学、早稲田大学を経て、東洋経済振興社に入社し、支局長、監査役を務めている。 福市製造とこの福市製は、東京大学を卒業し、藤宮一乗寺の住職となっている。1885年、父、福市受京が、郷里山梨県南駒郡増穂村にある、小福寺の住職へ転じるため、母、金と共に、甲府市東門へと転居する。1889年、甲府市立東門神上小学校に入学する。 三年生の時に初めて父と同居することになり、東門から約二十キロメートルを組まっている、増穂村の小学校に転校した。1894年、深市受刑が、静岡市の日蓮州本山、青達山本学寺の住職に転じることになり、山梨県中駒郡郷中城村にある長温寺の住職である、も月日賢に預けられる。以来、 実質的な親子の関係は絶たれ、幾度となく、手紙を出すが父母からの返事はもらえなかったという。1895年、日県に勧められ、山梨県立尋常中学校へ進学する。丹山は2年落第し、7年間在籍する。1901年3月には、甲府中学校長の茂原博氏が退任し、大島政権が赴任する。大島は、 札幌の学校第1期生として、ウィリアム・スミス・クラークの君等を受けた人物で、1914年まで、甲府中学校長を務めた。丹山は1902年に、甲府中学を卒業するため1年のみの君等を受けるが、丹山は後に、山梨県立甲府中学同窓会法において、大島との出会いを十回し、自身の人生観に大きな影響を与えたと記している。 晩年に至るまで、タンザ山ンの枕元には常に、日蓮遺文集と聖書が置かれていたという。在学中は、公友会の機関誌、公友会雑誌に論文を投稿し、剣道部にも入部した。公友会雑誌は、甲府一行100周年記念館資料室に、数十冊が所蔵されており、タンザ山ンの論文を含む号も現存している。炭山は1900年6月発行の、 第8号において、石橋座望の筆明で、小論、石田三成論を発表し、以来、石橋小蔵、石橋小蔵、石橋丹山などの名で小論を発表している。また、こういう解雑誌には、学術部総会に関する報告も掲載され、丹山が総会において、英英文朗読、演説、文章の朗読、演説などを行っており、当時から、政治、 歴史などに関心を持っていたことが確認される。5年生時には同会の理事を務めている。1902年3月に山梨県立第一中学校を卒業する。中学を卒業する頃に炭山と改名している。翌月、第一高等学校受験のため上京する。その際に生息英語学校に通った。しかし、同年7月の試験は不合格だった。 翌年に再度受験するが、またもや失敗し、早稲田大学高等予科の編入試験を受けて合格し、9月に入学した。こうして、東京での下宿生活が始まった。早稲田大学を卒業して、さらに1年間研究科で勉強をする。1908年12月に、島村放月の紹介で毎日新聞社に入社した。1909年12月には、 東京麻布の第一師団、不評第三連隊に一年志願兵として入営する。丹山は初め社会主義者と誤解されよう監視兵の扱いを受けるが、後に誤解が解け上官、将校とも良好な関係を築き、彼らも丹山の合理性を評価したという。丹山は五町に昇進し、軍曹として除退した。丹山は入営中に軍隊の哲学に関心を持ち、 社会生活、団体生活への順応性の重視を痛感したという。1911年1月に東洋経済振興社に入社するが、同年9月には自らの意思で見習い士官として再入営し、最終試験を経て1913年に不評勝位となる。その後は予備役となり、1916年夏に半月間の軌道演習に招集されている。 1912年11月、東京経済新報社主管、三浦哲太郎の売借で、東小松川松江神城高等小学校の教師、いわゆる梅と結婚する。梅は、福島県日本松出身の教師であった、三浦の妻の教え子だった。ザ山は、大正デモクラシーにおける、オピニオンリーダーの一人として、いち早く民主主義を提唱する。 また3.1独立運動をはじめとする、朝鮮における独立運動に理解を示したり、帝国主義に対抗する、平和的な加工貿易率国論を唱えて、台湾、朝鮮、満州の放棄を主張するなど、リベラルな言論人として知られる。1924年12月に、第五大主管となり、翌年1月には、代表取締役専務に就任する。 また同年から1936年まで、鎌倉町議会議員を務めた。1931年には、東洋経済振興者を中心とした経済クラブが創設される。1933年には、経済クラブの会員により、山梨県南鶴郡山中小村局実級に、経済クラブ山中湖藩三層同人会が作られ、丹山も山中湖藩に三層を構え、 下記は同書において、執筆活動を行った。部下の高橋亀吉と共に、経済論壇の一翼を担い、金解金にあたっては1円イコール金2分での金、本位制復帰に反対して、実体経済に合わせて通貨価値を落とした上での復帰を、かつた定示らと共に主張し、旧陛下での復帰や、財界整理を主張する池田重明や堀江一、大倉大臣として、 金解禁を旧陛化で行う井上淳之助と論争している。行政では中央集権、核一主義、官僚主義との決別を主張した。日中戦争勃発から敗戦に至るまで東洋経済進歩を史上にて長期戦化を今しめる論人を張っている。同志は署名記事を書くことが困難だった多くのリベラリストにも匿名での論説の場を提供する。石橋や 匿名執筆者の論調は常に冷静な分析に基づいており、かつ、遠極、韻韻に読者を啓蒙する特徴を持っていたため、同志は政府、内務省から常に監視対象にされて、インクや紙の配給を大きく制限されたが、配管は免れた。太平洋戦争では、次男和彦が招集され戦死した。また、戦争末期には、連合国の戦後構想に刺激を受け、 戦後研究の重要性を石渡総太郎蔵省に進言し、それにより設立された大倉省戦時、経済特別調査室で、経済学者や金融関係者と共に戦後研究を行った。日本敗戦直後の1945年8月25日には、論説、構成日本の進路前途は実に様々たりで、科学立国で再建を目指せば、日本の将来は、 明るいとする先見的な見解を述べている。10月13日、東洋経済新報社論で、靖国神社廃止の義を論じて、靖国神社の廃止を主張した。東京裁判では、GHQ、検察側が、高橋惚歴世の経済政策が戦争に結びついたと主張したが、それに対し石橋は弁護をした。石橋は、高橋惚歴世の政策は、 デフレ不況を脱出するための政策であり、軍備拡張にはつながっていない。明治以来の政策と軍備拡張の政策は違うと主張したが、裁判では採用されなかった。1946年4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙に、際して日本社会党から誘いを受けるもこれを断り、日本自由党公認で東京都第2区から立候補。 落選するが、同年5月22日に成立した第一次、吉田内閣に大倉大臣として入閣した。大倉大臣在任時にはデフレーションを抑えるためのインフレーションを進め、経営者生産や復興金融金庫の活用を特徴とする石橋財政を推進した。そして、戦時保障債務打ち切り問題、石炭増産問題、 新中軍経費問題等で GHQ と対立する。新中軍経費は賠償費として日本が負担しており、ゴルフ場や邸宅建設、贅沢品等の経費も含んでいて、日本の国家予算の3分の1を占めている。このあまりの巨額の負担を下げるように石橋は要求した。アメリカは諸外国の評判を気にしたことと、以後の統治をスムーズに進行させることを考慮して、 日本の負担額を2割削減することとなった。戦勝国アメリカに勇気ある要求をした石橋は国民から新臓大臣と呼ばれるもアメリカに嫌われ、1947年に第23回衆議院議員総選挙で静岡2区から当選したが公職追放令をもって GHQ により公職追放された。この公職追放は吉田茂が関わっていると言われた。 1951年の追放解除後は、吉田の政敵であった自由党、鳩山派の幹部として打倒吉田に動いた。この時期に立正大学から混成されて学長に就任した。1954年の第一次、鳩山内閣で通商産業大臣に就任した。1955年には、商工委員会委員長、田中角栄のもと、 戦後の財閥解体の根拠法令の一つであった、過度経済力集中排除法を独占禁止法と置き換える形で廃止した。1955年11月には、日中輸出入組合の結成を支援した。石橋は中華人民共和国、ソビエト連邦との国交回復などを主張したが、アメリカの猛反発を受ける。アメリカのジョン・ホスター・ダレス国務長官は、中共。 ソ連との通商関係促進はアメリカ政府の対日援助計画に支障をきたすと通告してきた。このアメリカの強硬姿勢に動揺した鳩山一郎首相に対し石橋はアメリカの意向は無視しましょうと言った。同年11月15日の保守合同により鳩山の日本民主党と吉田から継承した小形武虎の自由党が合同し自由民主党が結成され、 これに石橋も参画した。石橋と外務大臣、岸信介、大倉大臣、池田隼虎石橋内閣の閣僚1956年10月19日に日本とソビエト連邦が日ソ共同宣言により国交正常化するも同年12月、鳩山首相が引退した。これを受けてアメリカ追従を主張する岸信介が 自民党総裁選に立候補した。これに対し石橋は、さらに、中華人民共和国など、他の共産権とも、国交正常化することを主張、鳩山派の一部を石橋派として引いて、立候補した。総裁選の当初は、岸優位で、一回投票では岸が1位であったが、石井光次郎と2位3位連合を組んだ、決選投票では石橋派三謀の石田博秀の、 功績もあって、岸に7票差でセリ勝って、総裁に当選、12月23日に内閣総理大臣に指名された。しかし、前述のような総裁選であったため、岸支持派とのしこりが残り、さらに、石橋支持派内部においても、閣僚や党役員ポストの空手形乱発が行われ、組閣が難航したため、石橋自身が一時的に多くの閣僚の臨時代理、 事務取扱いを兼務して発足した。親中派でもある石橋政権の樹立によって日本を反響の砦とするために岸を望んでいたアメリカ大統領ドワイト・ D ・アイゼンハワーは老狽したという。党内優和のために決選投票で対立した岸を石橋内閣の副総理として処遇すべきとの意見が強かったため石橋内閣成立の立役者だった。 石井の副総理が亡くなり、副総理には岸が就任した。内閣発足直後に石橋は全国民を包括する総合的な医療保障を演説した鳩山の路線を継承して同年1月8日に国民皆保険を目指すことを閣議決定するなど福祉国家建設、さらに台米自主外交では日中貿易を促進する。 世界平和の確立などを基本とした5つの誓いを掲げ、具体的には、経済政策では、池田隼人を大倉大臣に抜擢して、1000億円施策、1000億円減税として、積極財政を行うとし、全国10カ所を9日間で回るという遊税案件を、観光、自らの信念を語るとともに、有権者の意見を積極的に聞いて回った。 同年1月25日、帰郷した直後に自宅の風呂場で倒れた。軽い脳梗塞だったが、報道には遊説中に引いた風をこじらせて肺炎を起こした上に脳梗塞の兆候もあると発表した。副総理閣の外相として閣内に迎えられていた岸信介が直ちに総理臨時代理となったが、2ヶ月の絶対安静が必要との医師の診断を受けて石橋は、 私の政治的良心に従うと潔く退陣した。1957年度予算審議という重大案件の中で行政府最高責任者である首相が病気療養を理由に自ら国会に出席して答弁できない状況での辞任表明には野党でさえ好意的であり、岸の代読による石橋の退陣表明を聞いた日本社会党の浅沼稲次郎書記長は 石橋の潔さに感銘を受け、政治家赤くありたいと述べたという。石橋の首相在任期間は65日で、東国の宮都彦を、桂太郎、羽田つとむに次ぐ歴代で4番目の短さである。日本国憲法下において、国会で一度も演説や答弁をしないまま退任した、唯一の首相にもなった。公認の首相には騎士が任命され、 抜内内閣閣としして第一次元内閣が誕生した石橋は昭和初期に東洋経済新報で傍観に狙撃され帝国議会への出席ができなくなった当時の浜口友好首相に対して議会運営に首相をきたし潔く退陣すべしとする退陣を勧告する社説を書いたことがあったもし国会に出ることができない自分が首相を続投すれば 当時の社説を読んだ読者を欺く事態になると考えたのである。幸い脳梗塞の症状は軽く、若干の後遺症は残ったものの、石橋浜もなく政治活動を再開するまでに回復した。1959年9月、岸より同盟国アメリカの意思に反する行為であり、日本政府とは一切関係ないものとすると、牽制されながらも中華人民共和国を訪問した。 前首相、衆議院議員とはいえ政府の一員ではない石橋は、訪問してから数日はなかなか首脳と会えるめどがつかなかったが、交渉に苦労のせい、同月17日、衆音大首相との会談が実現した。冷戦構造を打ち破り、日本がその架け橋となる、日中米ソ平和同盟を石橋は主張した。この主張は、まだ国連の代表権を持たない。 共産党政権にとって国際社会への足がかりになるものとして魅力的であり、州はこの提案に同意した。州は台湾に武力行使をしないと石橋に約束した。日本と中国は両国民が手を携えて極東と世界の平和に貢献すべきであるとの石橋、州共同声明を発表した。1960年大陸中国との貿易が再開した。 この声明が後に日中共同声明につながったとも言われる。その後も少数派閥ながら石橋派の領袖として影響力を持ち、岸が主導した日米安保条約改定には本会での議決を欠席するなどして批判的な態度をとり自民党内派と派の重鎮として活躍した。1963年の第30回衆議院議員総選挙で自民党は 河野一郎の元秘書官の木部義明を新たに公認。定数後の選挙区を自民党公認候補者4人が争い、石橋は時点で落選。そのまま政界を引退した。1966年2月、手足に麻痺を感じ清浦化病院に入院。主治医は日野原重明が務めた。同年11月の自民党幹部、大久保留次郎の葬儀に参列したのを最後に、 外出記録はない。1968年3月には立正大学学長を退き、一切の社会的活動から引退した。1970年2月にも、再び肺炎で、清路科病院に入院し、その後は鎌倉の娘宅や新宿区、中落合の自宅で療養することになる。 1971年7月には、アメリカ大統領の特使ヘンリー・キッシンジャーが訪中し、州オンライと会談すると、米中対話を支持するメッセージを発表している。また、翌1972年7月には、田中閣営内閣が成立し、日中国交正常化への機運が高まっていたが、田中は訪中以前に、中落合の石橋宅を訪れており、田中訪中の結果、 日中国交正常化が成立すると、石橋はこれを祝賀するメッセージを発表している。その後は、病状が悪化し、1973年4月25日午前5時に脳梗塞のため自宅で死去。88歳没。東京のどこかに父を葬して、明治神宮を立つるなどということは実に愚な極みである。こんなことは、断じて、 剪定陛下のご意志にもかなったことでないのみならず、また決して永遠に剪定陛下を記念しまつるゆえんでもない。真に剪定陛下を記念しまつらんと欲すれば、まず何よりも剪定の残された事業を完成するということを考えねばならぬ。しかして、もし何らか形に現れた記念物を作らんと欲するならば、明治賞金の設定に越して適当なものはない。 対正元年、東洋時論我が輩は、我が政府当局並びに、国民の外交に処する態度行動を見て、有料に耐えないものがある。その1は、露骨なる、領土侵略政策の観光、その2は、軽薄なる、挙国一致論である。この2者は、世界を挙げて、我が敵となすものであって、その結果は、帝国百年の過根を残すものと言わねばならぬ。英国がドイツに向かって、 戦を戦するや、我が国民は一斉に怒って論じて曰く、ドイツがチンタオによるは、東洋の過婚である。日英同盟の義によって、ドイツを駆逐すべし、南洋の毒量を奪取すべし、帝国の半島を広げないをなす。この時に、ありと。当時我が輩はその負荷を節減したけれども、長夜を挙げて、我が輩の説に耳を貸すものなく、ついに、ドイツと海戦の不幸をとなり、 幾千の人命を殺傷した上に、これらの領土を維持するために相当大なる陸海軍の拡張が必要のみならず、独米の大反感を招けるはもちろん、あるいは日英同盟さえ継続し得ぬ羽目に陥りはせぬかを危ぶまれる。実に、対独海戦は、最近における我が外交第一着の、そして取り返しのつかぬ大失策であって、しかしてこれ一に 考えざる領土侵略政策と、軽薄なる巨国一致論の生産物と言わねえばならぬ。大使談判は、ドイツと改戦して、人太を取ったことから糸を引いて出た失策ではあるが、その我が帝国に残す過根に至っては一層、重大である。我が要求が多く貫徹すればするほど、世人はこれを大成功として、祝杯をあげるだろうが、我が輩は全く所見をことにして、 過婚のいよいよ重大を恐れるものである。この度の事件で、我が国が品及びドイツの侵犯を変えるは、もちろん、米国にも不快を起こさせたは争えぬ事実である。かつて世界が日本の手を持ってロシアの頭を叩かせたように、これらの諸国は日英同盟の覇遣を手始めに何国化をして日本の頭を叩かせ、日本の立場を転覆せしむるか、それとも連合して、 日本の獲物を奪い返す段取りに行くのではなかろうか。その場合は、今回得たものの喪失だけでは、到底済まず、一切の獲物をもとも子もなく、取り上げられるであろう。これは我が輩の大使外交をもって、帝国百年の過婚を残すものとして、いたうれいを当たわざるゆえんである。大正四年、東洋経済社説我が国のすべての過婚は、消欲に囚われていることだ。 心しの小さいことだ。古来無欲を解けりと誤解せられた幾多の大思想家も、実は決して無欲を解いたのではない。彼らはただ大欲を解いたのだ。大欲を満たすがために、小欲を捨てよと教えたのだ。もし政府と国民にすべてを捨ててかかるの覚悟があるならば、必ず我に有利に導けるに相違ない。例えば、満州を捨てる、山東を捨てる。 その品が我が国から受けつつ、ありと考えうる、一切の圧迫を捨てる。また、朝鮮に、台湾に自由を許す。その結果はどうなるか。英国にせよ、米国にせよ、非常の苦境に陥るだろう。なんとなれば、彼らは日本にのみ核のごとき、自由主義を取られては、世界におけるその道徳的地位を保つへぬに至るからで、ある。その時には、 世界の小弱国は一斉に我が国に向かって信頼の頭を下ぐるであろう。インド、エジプト、ペルシャ、ハイチ、その他の列強族領地は一斉に日本の台湾、朝鮮に自由を許したごとく、我にもまた自由を許せと騒ぎ立つだろう。これ実に我が国の地位を旧地の底より旧点の上に上りせ、英米その他をこの反対の地位に置くものではないか。 大正10年、東洋経済社説元来官僚が国民を指導するというがごときは革命時代の一時的変態に過ぎない。国民一般が一人前に発達したる後おいては、政治は必然に国民によって行われるべきであり、役人は国民の公僕に帰るべきである。政治が国民自らの手に帰するとは、一は最もよくその要求を達成しうる政治を行い、 一は最もよくその政治を監督しうる意味に他ならない。このため、政治はできるだけ地方文献でなくてはならぬ。できるだけその地方地方の要求に応じげるものでなくてはならぬ。現にかつ社会に敏腕を振るいつつある、最も優秀の人材を自由に行政の中心に、たたしめ得る制度でなくてはならぬ。ここに勢い、これまでの官僚的政治に、付き物の,の中央集権。 確一主義、官僚万能主義というが時制度は根本的改革の必要に迫らざれるを得ない。今や我が国はあらゆる方面に行き詰まってきた。しかしてこの局面を打開して、再び我が国運の進展を図るためには我が輩がこれまで繰り返し言えるごとく、いわゆる第二維新を必要とする。第二維新の第一歩は政治の中央集権、確一主義、 官僚主義を破壊して徹底せる文献主義を採用することである。この主義のもとに行政の一大改革を行うことである。大正13年、東洋経済社説経済学者の田中秀臣は、石橋丹山の小国主義は政府、日本銀行の適切な政策運営で日本の潜在成長をサポートしていくというリフレ政策の立場を基礎にしていたと指摘している。田中は、 リフレの経済学は小国主義的であり、自国の政策によって国内の経済、社会問題を解決し、他国を政策に利用せず不干渉で近隣諸国と友好を図る方策といえると指摘している。日本国憲法と軍隊のあり方をめぐる言動は時代状況によりいくつかの変遷がある。1946年3月に、 憲法改正草案を表すで、日本国憲法に関しては、憲法9条に該当する草案第2章の戦争放棄を、もはや日本は敗戦国でも、4等、5等でもなく、栄誉に輝く、世界平和の一等国、かねて、日本にお手唱えられた真実の深刻に転ずるもので、ある。これに勝った、痛快時があろうかと評価した。だが1 9五十年頃からは、 自衛軍設置の主張や共産、社会主義との対決姿勢を鮮明にし、政治家としても、反腰が路線に立ち、憲法改正、再軍備論者として活動した。同時期には、破局的な第三次世界大戦が嫌だというなら、そこまで行かなきゃダメだとダメを押し、その場合は国を滅ぼしてもいいという覚悟をしなければ、とてもできないと、現実と理想のギャップを示しながら、熟慮。 覚悟の伴わない理想論を今占めている。一方で私的に記した日記の中でも、1950年の記述で今日の世界にお手無軍備を誇るのは、病気に満ちた社会にお手医薬を排斥する、ある種の迷信と非武装中立の主張を公的な発言以上に辛辣に表してもいる。1953年の総選挙では、鳩山自由党の政策委員長として、 政策をまとめて憲法を国上に適するように改正。戦争否定の精神は国策として存知するが、戦争発生防止のため自衛軍を組織するなどを明記した。これは、後年の国としての軍備を持たず国際紛争を武力を持って解決していくのではないと世界に宣言したことは人類最高の宣言であると信じている。これが少し時勢に早かったというのであれば、 修正の箇所だけ後に加える、九条は現代の世代において論理通りにいかぬので、世界の国々が高級平和の理想に燃え、同一精神、同一補調の取れるまで、しばらく停止するという具合という主張にも合致する。1957年、首相に就任した年の新春徳大号の東洋経済、石橋丹山を大いに語るでは、国連に対して義務を負うということは、 軍備ということも考えられるとし、同時期のプレスクラブ演説走行では、世界の実情から判断して、国の独立安全を保つのに必要な最小限の防衛力はこれを備える、国際義務を日本国民は負うものであると信じますとしている。ただし、同行の中で人類を救わんとするならば、我々は軍備拡充競争を停止し、戦争を絶滅しなければなりませんと、 冷戦の平和解決と軍縮を主張した。米ソ日中平和同盟を提唱してからは、将来の理想を語りながらではあるが、再び平和憲法の意義を強調しながら、各国の軍備でなく、国際警察軍によって平和を守る世界連邦実現への努力を説いている。石橋は後年、私の戦争反対論には、理屈の外に、実はこの実弾演習の実感が強く、 影響していたと思う。もし世の人が皆戦争を作用に身近に考えたら、軽率な戦争論は後を絶つに違いないと、振り返っている。戦争を嫌悪した、タンザンだが、彼にとっての軍隊体験は、平和についての施策や、公共生活の訓練として、実のあるものだったようである。憲法は国民に義務を負わせるべきか、という議論に関しては、 先制独裁に対抗するために主権を抑えようとした19世紀の憲法からの脱却を解き民主主義国においては国民が権利を持つ以上は義務を自覚しなければいけないと主張した義務の規定に集密でない憲法は真に民主的なものとは言えないと憲法における義務規定の充実を望んだ石橋が首相を退陣した時の潔さは国民に 高く評価されることが多いが、弁護士の正木博士は私的な感情で、公務を放棄したと厳しく批判している。そもそも、自民党総裁選で一位優位であった、岸信介に対抗する形で二位候補だった石橋と、石井光次郎と二位三位連合を組み一位当選を果たすことで、岸総理を阻止して、石橋総理総裁が誕生した経緯があった。しかし、冬場に、 自身の体調を考慮しない遊説を行ったために、風邪をひいて寝込み、絶対安静が必要との医師の診断を受けた。石橋は、連合相手であるが閣内に入れていなかった石井を差し置く形で、閣内に副総理閣外相として迎えていた、岸信介を、直ちに総理臨時代理として、総理総裁を前乗し、平和裏に、岸総理総裁が誕生した。 予算審議が目前であるにもかかわらず自身の不考慮が原因で寝込んだことで重たい責任がある首相として最初の国会で一度も演説や答弁を行うことができないまま首相退陣するという愚行を国民にさらした挙句次期総理総裁を当初の連合相手の石井ではなく総裁選のライバルであった岸に渡し総裁選時の岸総理組織という理念を保護にしたことになるその後 東洋経済新報社で石橋の全集が制作される時に編集者は全集の月報の執筆を正木に依頼した。かつて石橋の部下でもあったその編集者は石橋への来産一色の記事を集めたのでは一方の意見に偏らない言論の必要性を唱えてきた石橋の信念に反すると考えたのである。正木が書いた石橋への批判はそのまま掲載された。 演武会山梨県甲府市には、山梨平和ミュージアム、石橋炭山記念館がある。1952年12月から1968年まで、立正大学の学長を務めている。鈴木幸男著、刑罰結婚で固められる、日本の支配者、集団89ページによれば、長男、深市一が、資産家、赤星喜助の娘と結婚してから、 その一族たちと、いささか刑罰的な形ができた。一族では、元竿工業取締役、赤星史郎、元千代火災副社長、赤星五郎などがめぼしい。また、長女の夫、千葉明が外交官として知られていた。従って、刑罰と政権の関係をうんぬんするような材料はない。彼の積極的な経済思想と、学識、能力を党内外に変われ、 最小の地位を得たのであって、石橋政権と刑罰は無縁である。という、ありがとうございます。